平野紫仕様、陶芸の新たな才能に挑む、感性が楽しみ、自作作品がファンを魅了。こんにちは、読者の皆様。今日は元キングプリンスへのメンバーで、現在は戸部所属の平野仕様さんについて、彼の新たな才能に焦点を当ててみたいと思います。なんと、平野紫仕様さんが陶芸という新しいアート形式に挑戦しており、 その成果を自身のインスタグラムで披露しました。陶芸の新たな挑戦。平野志耀さんは俳優やアイドルとしての活動だけでなく、アートにも情熱を注いでいることで知られています。そして最近彼は陶芸という美術形式に挑戦し、その成果をファンと共有しました。 彼のインスタグラムアカウントにアップされた陶芸作品の写真は多くの人々の注目を浴びました。作品の公開。平野志陽さんは自身のインスタグラムで陶芸作品を公開し、完成が楽しみです、というコメントを添えました。このコメントからも彼の陶芸への情熱とその成果に対する期待が伝わってきます。公開された作品は、小生前のもので、 壺状の作品2点とコップ風の作品1点が含まれています。特に一番左の作品については、彼自身も作った本人もわかりませんというユーモアたっぷりの自虐コメントを添えています。東米の舞台裏、平野志耀さんは陶芸の制作過程をファンと共有することで、その魅力をさらに高めています。19日には、 陶芸体験中の写真や動画を投稿し、ろくろに向かう真剣な表情が多くの注目を浴びました。この投稿は120万件を超えるいいねを獲得し、陶芸に対するファンの関心の高さを示しています。また、14日に行われた初のインスタグラムライブでも、陶芸体験について言及し、コップを作ろうとしたものの、 結局は、花瓶が出来上がってしまったエピソードを共有しました。ファンからの反応。平野志耀さんの陶芸作品に対するファンからの反応は非常に熱狂的です。フォロワーたちは、紫輝くん見せてくれてありがとう。色付けしたらもっと素敵になりそうから、思って、頼りだいぶ花瓶 WWWW www コップはなど様々なコメントを寄せています。 中には、買い取らせていただきたい、味があって逆にいい、といったコメントもあり、陶芸作品に対するファンの愛情が感じられます。平野潮さんの新たな陶芸挑戦は、彼のファンやアート愛好者にとって興奮の敵となっています。その熱意と才能が作品に現れ、ファンたちを魅了しています。今後の平野潮さんの陶芸活動に期待が高まり、 彼がどのような作品を生み出すのか、ますます注目が集まることでしょう。陶芸という新たな表現の道を切り開く平野潮さんに、これからも注目し、応援し続けましょう。それでは、今回の記事をお楽しみいただけたことを願って、読者の皆様に感謝申し上げます。